日本福島県藍津若松市上町上町は、福島県藍津若松市の町、郵便番号は965-0034。藍津若松市市街地の中央部付近に位置しており、周辺には繁華街などの商業地などが広がる。藍津盆地の南東部に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の北西部に位置する。主に、北側。 東側などの周囲の地域とともに阿賀川の支流、湯川、せせなぎ川やその支流などにより形成された、戦場地上に発達した藍津若松市の中心市街地の一部を形作る。東は、行人町、旭町、西は、馬場町、馬場、本町、南は、堺町、宮町、北は、あ生町に接する。中世、現在の藍津若松市付近は、 相模国民浦市の一族、足市によって治められていた。足市は城を築いて、これを鶴ヶ城と称し、周辺は、重臣や商人などが集中していたとされる。その後、伊達正宗の入城を経て、豊臣秀吉の奥州市沖により、ガモ氏里が入り、城下を若松とした。江戸時代、若松城下の北部の町の総称が、上町で、大町。 馬場町、甲賀町、和幸町、二の町、三の町、四の町、五の町、六日町、曝露町、大工町、蘇間町、月町、中六日町、中六日町,町,町、町横町、縦三,三日町、横三日町、本郷町、信伏里町、郡人町、南横町、屋敷町、阿多子町、堀江町、阿弥陀町、大町、寺町、東名ま小屋町、 組町のことを指していた。これらはすべて大町から東の町である。このうち、和幸町、二の町、四の町、五の町、甲賀町、幕露町、六日町、中六日町、信ぶせる町、本郷町、立三日町、大工町、月の木町は、それぞれ一部、または全部が後に、現在の上町の一部となる。 各町の概要現在の1の町通り現在の5の町付近の様子現在の甲賀町付近の様子1の町和幸町は若松城下の城郭外北部に属しており西側の大町から馬場町を経て東側の甲賀町に至る東西を結ぶ通りで幅はしまった西側の大町から馬場町までを下市の町東側の馬場町から甲賀町までを上市の町と言った 二の町二の町は、若松城下の城郭外北部に属しており、西側の大町から、馬場町を経て、東側の中六日町に至る東西を結ぶ通りで、和幸町の北に位置していたほか、幅は島であった。また、二の町には、特権商人で、若松の塩宿となった人物が居住したとされる。西側の大町から馬場町までを下二の町、 東側の馬場町から中六日町までを上二の町と言った。三の町三の町は若松城下の城郭外北部に属しており、西側の大町から馬場町を経て東側高賀町に至る東西を結ぶ通りで二の町の北に位置していたほか、幅は三間であった。西側の大町から馬場町までを下三の町、東側の馬場町から高賀町までを上三の町と言った。 ただし、本町は、現在の上町の町域には含まれないとされている。四の町四の町は、若松城下の城郭外北部、西側の大町から、馬場町を経て、東側の幕露町に至る東西の通りで、三の町の北に位置していたほか、幅は島であった。西側の大町から馬場町までを下四の町、東側の馬場町から幕露町までを上四の町と、言った。 五の町五の町、若松城下の城郭外北部、西側の大町から馬場町を経て、東側の中六日町に至る東西の通りで、四の町の北に位置していたほか、幅は三軒であった。また、五の町には、元禄年間に移った臨済州実装寺があった。西側の大町から馬場町までを、下五の町、東側の馬場町から中六日町までを、上五の町といった。 甲賀町甲賀町は若松城下の城郭街北部、当時の上町に属する町で、南側は甲賀町口、北側は滝沢組町に接する幅島あまりの通りであった。そばで町として大区町があったほか、甲賀町は文六年間の成立で、ガモウジサトが日野から移住した商工業者を置いた町であるとされる。このため、かつては日野町と呼ばれていたが、 加藤氏が甲賀町と解消したとされる。幕露町幕露町は若松城下の城郭街北部、当時の上町に属する町で、南側は六日町、北側は滝沢町に接する幅5県の通りであった。町名はかつて住民の多くが幕露であったことによるとされる。また、当町は新町に属していた時期があった。新町とはガモ氏里による、 町割以後にできた町で、文六年間に新しくできたとされている。当庁では、うま市があったが、後に工人町に移り、状況年間には米や、酒や塩や、茶や麹や、七や、大工などの職業が見られている。六日町六日町は、若松城下の城郭外北部、六日町口閣門から北に続く通りで、 高賀町の東に位置する上二の町まで至る幅5県の通りであった。町名は六の日に市を建てたことに由来し、南側、大工町から南を上6日町、北側を本6日町といったほか足名市が本郷村から黒川城に入った際に共に移ったものとされる。中6日町6日町は、若松城下の城郭外北部、北側は滝沢組町、南側は、 本郷町に接する幅島の通りで、西側には曝露町が位置していた。職人、商人などが多く住んでいたとされる。信瀬里町信瀬里町は若松城下の城郭街北部、当時の上町に属し、本郷町の北側に位置している通りで、東側は法人町、西側は甲賀町に接していた。町名はもともと、オールマグン本郷村岩崎の城下に起源があり、 弓組足軽居住したことによる。また、中6日町の東側を上野伏町、西側を下野伏町といい、幅3県の通で職人、商人などが居住していた。加えて、野伏町は転生、または文六年間の間に移転したとされている。本郷町本郷町は、若松城下の城郭外北部、当時の上町に属し、 縦三日町の北側に位置している通りで、東側は法人町、西側は中務一日町に接していた。本郷町の町名は、天正年間に大沼郡本郷村から移ったことによるとされ、職人、商人などが居住していたとされている。縦三日町縦三日町は当時、立三日町とも書いた町で、若松城下の城郭外北部、当時の上町に属し、 月の基調の北側に位置している通りで、東側は千国町、西側は本六日町に接していた。町名は三の月日にが立っていたことに由来し、幅足間あまりの通りであった。また、縦三日町も、天正年間に大沼郡本郷村から移ったとされている。大区町大区町は若松城下の城郭街北部、当時の上町に属する町で、幅三軒あまりの通りであった。 甲賀町の南側と本六一家町を結ぶ位置にあり、かつては、市屋敷が多かったが、その後、交渉が多く住むようになったとされる。また、町名はこの交渉が多く住んでいたことによるとされる。月の基調、月の基調は若松城下の城郭街北部、当時の上町に属する町で、幅3軒余りの通りであった。鳥居町の北に位置しており、町名はかつて大きな月が、 月の基調と中務一家町を結ぶ工事にあったことによるとされる。若松城下に大きな被害を残した母親戦争の後、明治時代に入ると、江戸時代からの若松城下の町は再編された。現在の上町周辺では、和幸町が若松大町和幸町、若松は場幸町、若松上市の町、二の町が若松大町二の町、 若松馬場二の町、若松上二の町、四の町が、若松大町四の町、若松馬場四の町、若松上世の町、五の町が、若松大町五の町、若松馬場五の町、若松上五の町、六日町が、若松上六日町、若松本六日町、信伏町が若松上信伏町、若松下信伏町となったほか、中六日町は、堀江町を編入した。 また、その他の町もそれぞれ若松を関する町名に変更となった。その後、これらの町は1889年に町村制の施行によりそれぞれ若松町内の町名となったほか、合わせて若松を干渉しない上和幸町、本六日町などの町名となった。1899年には若松町の市政施行によりそれぞれ若松市の町名となる。 1955年、当時の若松市と、高野村、一木村、高座市村、門田村、東山村、大戸村、港村が合併、藍津若松市となったことから、伊碁城町、本村一家町など、周辺の地域は同市の町となる。その後、1960年代に、藍津若松市の住居表示が実施され、現在の上町周辺も対象となる。そして、 1966年、旧来の上一の町、上二の町、上四の町、本六家町、下の伏せり町に加えて、上五の町、高賀町、幕露町、中六家町、本郷町、縦三日町、月の木町、大区町のそれぞれ一部により上町が誕生した。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 町内を通る会津若松市道などで、会津乗り合い自動車によるバスが運行されている。系統、ありがとうございます。